モーリスコマーシャル J4 は1960年にモーリス社の子会社であるモーリスコマーシャル社から発売され2回のフェイスリフトを経て1974年まで2つの工場で製造された 10CWT クラスのキャブオーバー型のバンである。エンジンは 1622cc の B シリーズガソリンエンジンと 1500cc のディーゼルエンジンが選択できた。ブレーキは 前輪ドラムブレーキでサーボ補助はついていなかった。1960年代、小型版はしばしば単純にその積載量に応じて命名され、この車も単にモーリス10、12CWT と呼ばれていた。コマーシャル J4 は最初にモーリス J4 とオースチン J4 として市場に投入されたが、1968年の ブリティッシュレーランドの再編成で後にブリティッシュモーターホールディングスの参加となるブリティッシュモーターコーポレーションで BMCJ4 となった。生産期間中に内部構造には小さな改良が加えられていたが1967年になってさえ J4 には3足マニュアルトランスミッションのトップギアにしかシンクロメッシュ機構がついていなかった。エンジンは 運転席の二つの座席の間に置かれ、1960年代、当時の車としても騒音は相当にひどいものであった。J4 のガソリンエンジン車をベースにしたキャンピングカーが1974年の英国のオートカー市場でテストされた。この車は最高速度時速 101km、時速 80km の加速に20.2秒を記録した。このテスト車両は、 重量2910ポンドで燃料消費率は 22.7mpg であった。コマーシャル J4 は郵便局の事業用車両として英国の町々でロイヤルメールが郵便の周廃に使用する姿が見かけられた。主に大口顧客向けの破格地のおかげで小型商用車としてかなりの成功を収めたが1965年以降は フロントエンジンのフォードトランジットや、レイランドアトラス、コマー FC や以前はこのクラスの戦闘を言っていたが、現在は球体化した、ベッドフォード CA といったその他の1960年代、1970年代の英国製小型商用車の影で、ひっそりと存続した。実際に競合するバンの中で、当時の標準としても J4 の運転感覚はかなりお粗末なものであった。 J4 は1974年にフロントエンジンのレーランドシェルパに代替された。シェルパの車体後部は実質 J4 のものを変更することなく流用しており、様々な形状で2006年まで生産が続けられた。ありがとうございます。